皆さんごきげんよう。生物学の潮流へようこそ。私が理学部生物学科教授宮田誠です。今日は1時間皆さんと一緒に細胞とは何か、そして生命とは何かについて熱く議論していきたいと思います。で、講義を始めるにあたって、授業を始めるにあたって何か、質問はありますか？はい、どうぞ。そのマスクはどこで手に入れたんですか？これは南米にある川のような名前の通販サイトで、3500万円も出してプライベートで払って手に入れました。他に質問は？はい。じゃあどうぞ。その頭についている腸ってどういう意味ですか？腸、これは私たち大阪市立大学は大阪府立大学と数年後にくっついて大阪腸大学になります。で、私はこの大阪腸大学という名前がとても気に入っているので、ここに今流行りの 3D プリンターでですね、エンブレムを作ってもらって、日夜教育と研究に励んでいるというわけです。で、ただですね、このちょっと帽子はちょっと暑いので、ちょっと取りたくなってきました。よろしいですか？ではちょっと失礼して。ということになります。それでは講義を始めましょう。皆さん準備は大丈夫ですか？レディーゴー。